激安かおっすニューロックです。いつもご視聴いただきありがとうございます。さて本日もいつものお店にやってまいりましたが、前回前々回と、立て続けに投資が約10万円までいきまして、まあとにもかくにも激しい展開でね、ほんとね投資がきつかったんですが、なんとかディスクアップの奇跡のパワーでまくり差しだったんですよ。ところがパチンコチャンネルの方にアップしました大工の源さん伊達天ライトですね、こちらを打ちますとたった1回の戦いで、マイナスと、今月ねプラス3000円だったんですけど、もう一撃の戦いで一気にマイナスになりまして、まあ一気にと言いましょう、まだ1万3000円ぐらいですけどね。ただ投資が10万円いって10万円まくってるってすごいじゃないですか。なのに1回の129分の1の台でもうマイナス1万3000円になると、ほんとねコツ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 やってきても一回の戦いでこんなことになるのでね、まあまあ釘がねちょっとあれなんで負けるのは分かってたんですけど、まあ信頼実践やからねやろうと思ったんですが、まあまあそんなわけで調子よく買ってたもののマイナスに転じましたので、今日はその1万3000円ですね、はい、これの分をとりあえず勝てるように目標を設定して、今日も今日とてディスクアップというわけで頑張っていきたいと思います。おっす NOWNow! Now! 俺のリラックスじゃ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 。いやまあちょっとこれはまずいな、ちょっと微妙な波ですけどね、まあ今日はリセットされてるんで、やるしかないですね。楽しんで打っていきたいと思います。それではね朝一の恒例の乱数調整から入って、今日も一日よろしくお願いします。最近はね条例しない方が勝てるようになってきたんで、条例はちょっとほんまのピンチになった時だけやります。よし頑張るぞ。
本日一発目、おはようございます。なんでやねん、言ってくれよ。まあ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 、おっと、ありがとうございます。一番やった赤いやつやと思った。なんでやねん、ほんまに踊られへんやん。激滑りきましたね。黒行きましょうか。わからんで。
イガー。いや、完全に子役低確率モードでして、ちょっと雰囲気がまずいんでね、今日はニューアイテムでこいつで浄化したいと思います。ここは欲しい。青いきます。あー上がらんで、あー、いやーもう欲しい、ほんまに。赤いきます。あーダメだね。やっと当たった。残念。やっと当たった。スクワップ大好き。全然効果ないけど。よし上がってくれよ、じいさん。怖
のつぶ滑りしたもんね、こっち。おかしいんちゃうか。え、さっきのスイカ。じいさん、ずいぶん待たせやがったじゃねえか。シュー、どれも。わしの時代のやつみたいじゃん。カモンおじいちゃん。あー、ダメだ。あー、なんかなんか厳しいな。
祭りだ。チェンス。
第一天井越えたけどね、まだあと40分ぐらいあるんで、もちろんここはね、まあでも、いやいやいや、終了、お疲れ様でした。いやー、まさかのね、投資がかさみすぎてね、あーそこまでいくとやっぱ負けますよね。前回前々回はなんとかね、ほんと奇跡のまぐれでね、巻き返すことできましたけど、やっぱり巻き返せる方が珍しい。まあ、なるべくしてなった結果やと思います。まあね、7000ゲームちょっと回してね、もうグリちゃんのことご飯がね、心配で心配で仕方ないので帰りますけれども、まあ、ディスクアップの今回のこの企画で、癖がいい台を、まあ、検証するというか、やってきましたけど、もうここらで打ち切りとさせていただきます。申し訳ないですけど、まあ、自分が癖が良さそうやなと思ってた台やったんですけども、もうここ3回で投資がもう12、3万いってるでしょ、いきなり。そんな台がね、癖いいとは思えないんで、はい、まあ、いつもの角台に、戻ろうと思います。明日が特定日ですけどね、もう今日肩パンパンやし、明日はもうオフにして動画を作ろうかなと、はい。まあ、そんなわけで、まあ、最後にこれだけはよろしくください。お疲れ様でした。さよなら。